どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日もこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦していきましょう。さあ皆さん音楽始めましょう。今回のテーマソングはドン、サンキュー神様です。菅田将暉さんと中村倫也さんのコラボレーションのこの曲、このちっちゃいウクレレで思いっきり楽しく歌っちゃいましょう。いつものように2バージョン。最初のバージョンは初心者の方でもなるべく簡単にできるようにしているガズレレ流超シンプル簡単バージョン。後半はかっこいいバージョンです。あのちょっとドライブ感があってちょっと乾いた感じ、あの感じをですねこのウクレレで、かっこよく出していきます。2バージョン最後までぜひともご覧になってください。さあ皆さん音楽始めましょう。音楽ってね聞くの最高なんですけど、やる方がもっと面白いです。今ご覧くださってるガズレレ YouTube チャンネルではですね、楽器は今まで触ったことないとか、私音楽苦手なんですという方がもうこのウクレレでもどんどん弾き語りができるプログラムがございまして、今全世界中の方がこれを見てガズレレ YouTube 見て音楽始めてます。皆さんもすぐにできますから始めてください。もうちょっとしたらここにリンクあります。このリンク先に行ってもらって上から順番に YouTube 動画見てるだけ、あっという間ですよ。ここですよ皆さん、行ってらっしゃい、クリック、いってらっしゃい。そこには今までガズが取りためてきたありとあらゆる音楽ジャンルの曲がもうそろそろ1500曲ぐらいになるんじゃないかな。まあ、1400曲以上もうアップロードされております。いろんなジャンルの曲、ウクレレで簡単に弾けるレッスン動画になってますんでね。これからどんどん音楽を聴くからやるに変えていきましょう。さあ、早速やってみましょう。サンキュー神様ガズレレ流シンプル簡単バージョン。やってみます。ワン、ツー、スリー、フォー。大丈夫だから。簡単には言えないけど、ほら力を抜いて、君だけが歩ける砂利道の先で笑い合えたら、簡単にはいかないけど、その涙忘れない、泡のようにいっそ消えたい日もあるよな。不器用さ、お互いこの先もデコボコとあるだろう。それもきっと悪くない、あの雷に放たばを。大丈夫だから多くは持てないよ、ほらまた一歩ずつ、青空の映る水たまりを越えて、お前が手にしたその新しい旅に、ささやかな幸せがずっとそっと訪れますように。でん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 、大丈夫だよな、大丈夫だよな、僕らの手の中きっと光はあるよ。せーの、サンキュー神様ガズレレ流シンプル簡単バージョンやってみました。いいですね。大丈夫だから
このメッセージがすごく伝わるほっこりした曲だと思います。ウクレレにぴったりだと思います。今聴いていただいて分かったと思うんですけど、ガズレオリジナルショートカットアレンジになっています。主に2番をカットしてるんですけど、コード進行は一緒ですので、コードを書き出して2番の歌詞を書き出してオリジナルの楽譜を完成させてフルコーラスで演奏するのもおすすめでございます。そして今のガズレレと一緒にシンプル簡単バージョンゆっくりできたという方は、次のステップもやっぱりね、ご自身だけで歌ってみるのをおすすめします。それでね、その時にこうなんかノートに書く時に、やっぱ私のノートをこう見ていただくと皆さんの参考になるかなと思って、こうやって映してるんですよ。今日は2枚にわたってますけど、今ですね、このサービス始まってます、ガズクラブ。このガズクラブというのはどんなことかと言いますと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のサンキュー神様を含む今までガズが取りためてきた膨大な、ガズレレ YouTube のノート楽譜の中から毎月5曲皆さんがお好きな曲を選んでダウンロードしていただけるという画期的サービスになっています。もうメンバー900名オーバーです。皆さんご利用いただいてありがとうございます。そしてね、そのガズクラブではね、あのアプリが最近できたんです。アプリでいろいろ楽譜の管理とかいろんな便利なこと機能がついてるんで、これすごくご活用いただけるということと、楽譜のダウンロードの他にもいろんなコンテンツが山盛りです。毎月2回行われている、ガズクラブ限定、オンラインライブ配信、これはテーマ曲決めて、もうある一定時間にドーンと世界中から集まって大合唱しようということで、まあ盛り上がってます。あとそれとね、非公開の SNS の中で毎日朝7時にガズがラジオ放送していたり、皆さんの演奏動画をアップロードできる場所が3カ所ぐらいあったりとか、いろんな質問にガズがそこで答えたりとかを思いっきり活動してます。ぜひガズクラブよろしくお願いします。そしてですね、今回新たにこのちょっと動画の下の方にね、メンバーになるというボタンがあるかもしれないです。ガズレレ大学も開校しました。こっちはですね、ちょっとこういろいろテクニックとか技とかそっちにフォーカスしてます。いろんなことをね、ガズレレでは選べるようになってますので、ぜひご活用ください。それではまずノートを見ていきましょう。はい。今日はですね、2枚にわたってます。はい、映していきましょう。いきなりこの歌から始まるんでございましてですね。はい、パッと映していくんで、一時停止してメモっていただくか、テロップを一時停止して、動画内のテロップ一時停止して書いていただくか、あとはガズクラブでゲットしていただくのもいいと思います。下にくるっと囲ってるやつ、ここ矢印とか書いてあります。これをかっこいいバージョンでやるよというメッセージでございます。はい。コードもちょっと変わってくるところも、こういうところとかね、ありますね。はい。ちょっとこれごちゃごちゃ書いてあるよ、これ。はい。今はさっと映すんでメモっといてください。しっかり解説していきます。ここもタッタとか書いてあります。はい。ここ B メロです。で、こっちに戻り、移ります。はい。ここが最後のサビ。はい。そして、感想をやって、また最後のエンディングのバースをやって終わったというのがガズレレバージョンになっています。じゃあ、出てくるコードをちょっと解説してまいりましょう。はい。この赤く囲ってるやつは後半かっこいいバージョンで出てくるコードなので、ひとまず今隠しまして、言っていきます。C と A マイナーと F と D7、G7、E7。この6個のコードで今のシンプル簡単バージョンでいきまして、この6個のコードはですね、これです。ドーン。このガズレレ必須コードっていうのは一体何かと言いますと、ウクレレで音楽始めたいかなと思った方に一番最初に覚えてもらいたい入門コードのグループ、10個です。10個もあるのかと思うかもしれないんですけど、1個ずつ見たらめちゃ簡単です。ただね、10個覚え、ただし、でも1個ずつ見たらめちゃくちゃ簡単なコードばっかりなんですよ。でもね、10個いっぺんにガッと覚えようと思うと頭が混乱するんで、私がめちゃくちゃわかりやすく解説している動画、ここにリンク貼っておきます。このリンクは必見ですよ。ガズレレ必須コード10個のコードがもう面白いように覚えられる、楽しく覚えるところになっていますんで覚えてください。そしてここからかっこいいバージョンの解説に入っていく前に、いつもこのタイミングでお伝えしたいのは、まず今のシンプルか簡単バージョンで歌ね。歌のメロディーとタイミング。この曲は A メロの地平線のようにシンプルにというか、すごくこうラフに歌ってるんですよ。タイミングは外す感じ。あそこら辺もすごく聞き込んでですね、この4つ弾きでこうなんとなくこうしっかり歌だけは、しっかり掴み取ってからかっこいいバージョンに入った方がより早いと思いますんでね。歌をしっかりマスターして、なぜかというと後半のかっこいいバージョンはこうリズムにちゃんと乗っていくんで、そこがキーポイントになります。ではそれではかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョンではまずコードが2つ追加になります。ここにあっておきますけど、このコードになります。これはですね、ガズレレではよく、かっこいいバージョンでは出てくるコードなんですけど、まずね、G というコードからいきましょう。G というコードはですね、押さえる場所、ここと、ここの3箇所なんですね。なんで、こういう風に押さえるのをガズレレではおすすめしてます。こういう風。はい。人差し指が3弦、1弦が中指、薬指が2弦なんですよ。こういう感じ。押さえましょう。こことこことここね。こんな感じ。はい。もちろんでも、これでもいいですよ。こうやって押さえて、ちょいでも。はい。これが G です。G と言います。普段ね、ガズレレでは G は G7 って置き換えちゃうことが多いんですけど、今日は G を登場させます。そして、もう一個のコード。G、シャープ、星。この星っていうのはですね、ガズレレが勝手に命名してる、なんか、いい感じのコードということです。で、これは面白いことに、今の G を1個だけこっちにずらすっていう感じです。こう。
わかった？ G から1個こっちね。それで4弦は開放弦そのまま弾きます。はい。で、どんな風に使うかというと、今回は G シャープ星から G という風に使う。これが、今日のかっこいいバージョンで追加される2つのコードになります。で、じゃあ次はやっぱリズムの、ご紹介なんですけど、今日結構いろんなリズムが登場します。まずじゃあ移しましょう。ドン。8ビートと8ビートのチャ。あと8ビートのチャが半分とカッティング。この辺になってきます。これは結構ね、面白いですよ。まず8ビートと8ビートのチャっていうのは、8ビートっていうのは、1,2,3,4 じゃんじゃじゃんじゃん。この8ビートっていうのは、一番最初の歌い出し、イントロと一番最後のエンディングで使います。はい。そして8ビートのチャっていうのは曲のほぼこれが、ダン、チャッチャッツ、チャッチャッ、このチャっていうのが入るとね、リズム感が増す。これがほとんどの曲で使われます。そして8ビートのチャが半分。A メロで使います。チャが半分ってどういうことかというと、どんどどんど、チャッ、どんどどんど、チャッ。わかるかな？普通の8ビートのチャは、どん、チャッ、8ビートのチャが半分はドンドドンドチャッドンドドンドチャッチャが半分でしょ。4で字のごとくなんですけど、この弾き方、A メロで使います。さっき言ったちょっとね、ラフに歌うとこ、地平線のようにこんな感じですね。ここちょっとポイントになりますね。はい。あとはね、カッティングは B メロです。ブキヨオサコタタタってこう止めていく感じ。はい、ちょっと難しいけど、ひとまず、このみんな、この弾き方、ここにリンク貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレレホームページの1枚で、その中からそれぞれの濃厚解説動画が上がっておりますので、ぜひとも、じっくりとその動画でリズムやったことない人やってみてください。8ビートのチャと8ビートのチャが半分は、その基本である8ビートがまずできるといいと思います。今日はね、両方出てくるんで、大丈夫だと思います。8ビートのチャが半分は、あえて解説動画なくって、8ビートのチャをできるようになっちゃったら1個外すだけなんでね。そんな感じでお願いします。それでね、この、ちょっとさっきも解説したんですけど、B メロのところね、ブキヨ、お、さ、お、たか、ここ、たっ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 て止めていく感じ。こういうところがね、このカッティングで、左手で止める。これ、ノリを失わないように、このリズムキープしたままこうやってこう、たったったって、これが結構ね、リズムが速くなっちゃったりして難しい。つうのと、この、カッティング自体もものすごい難しい技術なんで、かなり練習がいると思いますが、取り組んでいきましょう。そして、今回このマーク入ってきます。この矢印マークはシンコペーションマークといって、ガズレるだけの表記ですよ。リズムがね、前にスコンと食い込んでくるよということで、どこで出てくるかというと、間奏があるんですね。その間奏のところでちょっとやってみましょう。C から F、C から F の、F の前のとこに、こう矢印が入ってくる。でんでんでん、ダーン、でんでん、でんでんでん、前に突っ込んできたでしょ。これがシンコペーション。でんでんでん、ダーン、でんでん、でん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 。はい、これやっていきましょう。そして今、しれっとできた G シャープ、星から G7。でーん、つってーん。こういう感じでさっきのコードね、かっこいいバージョンで出てくるコード、二つが使われてきます。そして曲の中ではテロップのところに伸ばすとかそういうのがあるんで、ちょっと参考にしていただいて、8ビートのチャが半分とか8ビートとか入れていきます。そしてですね、A メロから B メロに、変わるところの A メロの一番最後のところはこんな感じで、ツタタタタタと書かれてるんで、ツタタタタタタタ、ちょっとこう雰囲気を高めて B メロにドーン。B メロはさっきも言ったんだけど、ブッキーよ、オン、サ、止まる。このカッティングはちょっと難しいですね。それでその B メロの一番最後のところが今日一番、こう、ダイナミックな決めが入るんです。ちょっとやってみましょう。B メロからやってみますね。ブキヨ、オン、サ、パッパッパッ、この先もデコボコとあるだろう。それもきっと悪くない。あの雷に花束を。G7 の応酬のところでいろいろ細工があるんですけど、まずダウンビートみたいな感じでリズムがドーンと落ちるのがかっこいいところですね。もう一回、O3 級から見ます。ワン、ツー、スリー。O3 級、チャ、ドン、スト、ドン、チャ、ダッタッタダッタン。はい。今口で言ったこのまんまなんですけど、一応テロップはこんな感じにしておきます。最後シンコペーションが入りますね。サン、キュー、タ、ダン、スト、ドン、ダ、ダッタッタダッタン、ダダダダダダ。こんな感じです。ここからサビ、最後のサビに大丈夫だから入っていきます。ここのところが一番、今日一番大きい、こう、ダイナミックな決めということになると思います。そしてサビに戻って、感想をやって、ラストのバースなんですけど、ここはさっきのね、シンプル簡単バージョンはちょっと伸ばして弾いたんですけど、今回は優しい、
8ビート。大丈夫だよな。こんな感じでソフトに弾いてみることで、この強弱でね、表現してみるということをやってみました。そういうわけで結構いろんなリズムが登場するんですけど、リズムキープ。ずーっとこのリズム、ワン、ツー、スリー、フォー、キープしたままやるということと、あとやっぱ歌ですね。やっぱり A メロの、地平線のように、ここら辺がすごくこう砕けた感じ。このなんか緩さと、シャキシャキ歌う感じのとこ。B メロは逆に、不器用。さあ、こうシャキシャキになるとか、こう緩むところとピシッとするところ、この落差みたいなところも結構こう演奏で出せるといいかなと思います。はい。そういうところをね、ちょっとね、気にしながら演奏すると、またね、いいこうドラマ性がね、こう曲の中でね、うねりが出てくるかなと思います。さあ、それでは体中でこうリズムをね、ゆったり感じながらやってみましょう。サンキュー神様、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる !1、2、1、2、3。大丈夫だから。簡単にはいけないけど、ほら力を抜いて、君だけが歩けるチャリ道の先で笑い合えたらば、簡単にはいかないけど、その涙は忘れないで、太陽はそっと微笑むはずさ。しましたけれども、もっとシンプルにね、全体的に8ビートだけのアレンジでもね、すごくほっこりしていいかなと思って、ウクレレにすごく合う曲だなと思いました。この元気出していこう、大丈夫だ、そんな今の時代にね、こうビッとこうメッセージをね、発信する、こんなのが素敵だなと思いました。さあ皆さん、この音楽をやる楽しさ、この周りの方にもぜひお伝えください。その時にね、ガズレレ YouTube チャンネルもぜひご活用ください。チャンネルにいいねだとか、チャンネル登録ぜひともよろしくお願いいたします。そしてガズレレではですね、いろんなことやってるんですけど、先ほどちょっとご紹介したガズレレ大学の中で、皆さんとのね、マンツーマンレッスンを放映するんですけど、そのマンツーマンレッスン、生徒さん今大募集中でございます。ちょっとここにリンク貼っとくんで、ちょっと詳しく読んでいただいて、ガズとオンラインでマンツーマンレッスン受けてみませんか?ちょっとご検討よろしくお願いします。そして今度ね、いろいろウクレレの情報もあるんですよ。ガズのわがままウクレレとガズの、初めてウクレレ、もうそろそろ、情報公開になると思うんで、もうちょっとウクレレのことお待ちください。そして今現在ご注文いただいている皆様、お待たせしております。今毎日毎日モジャ君ベトナムでベトナムのソフト生み出しておりますので、もう少々お待ちくださいませ。あとね、さっきもお伝えしたんですけど、ガズクラブ、これも相当盛り上がってます。あとはアプリがあったりとか、ガズウレレオでアプリがあるんですよ。ガズレシピというアプリ、あとはいろんなグッズあります。キャップだとかストラップだとか、この水引きとか T シャツとかね、いろんなものもあったり、リットミュージックから出てる、ガズレレに関する楽譜の本がもうそろそろ10万部を超えちゃうよというぐらいの大ヒットになってまして、もうとにかくホームページいろんなこと書いてありますんで、ぜひご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽聴くからやるに変えていこう。よろしくお願いします。それではさようなら、バイバイ。